Salut à tous, c'est Snake du 45 et on se retrouve pour la suite. Donc à la fois on s'était laissé à école cachée et bijoux. C'est parti. なんでよ、りょうびちゃん。こんなの絶対ひどすぎるよ。あんたが悪いんでしょ。火事まで起こしてみんなに迷惑かけて。りょうびさんとりょうなさん。いや、お前がいない間に二人が喧嘩を始めてな。どうしてこんなことするの。あ、違う、どうして何もしてくれないの。お尻叩きもムチもろうそくも罵倒だってしてくれないじゃない。当たり前でしょ。お仕置きしてもあんたは喜ぶだけだから、普通に怒るだけにしたの。無視したりすると放置プレイだとか言って。まっ、すごいな、リョウビはリョウナの嫌がるツボを心得ている。いいもん、お仕置きがないんだったらリョウナもっと悪いことしちゃうよ。そしたら優しく叱ってあげるわ。頭を撫でながら。そんなの気持ちよくて全然気持ちよくない。もっと痛くて気持ちいいお仕置きがい。それはダメね。反省するまではお仕置きはなし。なんかすごい世界だな。ああ、この二人が仲間ということに。リョウビとリョウナの二人まで喧嘩か。こんな状態で次の4回行くぞ。Allez, c'est parti. Alors, école cachée, donc le sixième, à moi la garde. Let's crash! Go! 4, 3, 2, 1! Let's go! お仕置きしてくれないリョウビちゃんなんて大嫌いだもん。リョウビだってあんたのことなんか大っ。あっ、強い。どうして罵倒してくれないの。大嫌いって言ってよ。リョウナのことは普通です。特に何も感じません。リョウビちゃんのバカバカ。相手はミヤビたちか。さあかかってきな。そしたら何か様子がおかしいですね。ああ、リョウビがリョウナにお仕置きをしてやらないのだ。だからリョウビ、あおい、何言ってるんだ。ああ、自分でも何を言っているのかわからない。勝ちますよ。
ouais, c'est beaucoup là. Ah, la terre. C'est fini. もうリョウナちゃん、リョウビちゃんなんて知らない。あ、リョウナ、どこへ行くんだ。放っておいていいわよ。どうせそのうちに寂しくて帰ってくるわ。困ったな。イムたちに続いてリョウビたちも喧嘩か。すまない、ミヤビ。僕がしっかりしていないばっかりに。罵倒してほしいよ。ね。一人で会場を抜け出して。紫ちゃん？め。なく、まさか。リョウビさんほど、うまくはできないけど。紫ちゃん、ありがとう。私とお姉ちゃんが、うまくい、せめて、リョウナさんとリョウビさんには。もう無理だよ。リョウナちゃんのこと罵倒しないリョウビちゃんなんて。リョウナさん、それでいい。馴れ合いなど必要ないと言ったはずだ。え、誰？また情念がお前たちを強くする。でも私たち本当は。ならばここで思い切り罵倒すればいい。大声で吐き出せば気持ち。気配が消えた。お姉ちゃんの。紫ちゃん、急にどうしたの？罵倒すればいいって言っていましたから。うん、罵倒するのは得意じゃない。リョウビちゃんのバカー！嘆きの貧乳スナイパー！少しは。そうだね。でもまだモヤモヤしてる。はい、私もまだ。ここからもう一歩、先を目指すぞ。est-ce que nous avons une carte ? Alors, c'est parti pour le suivant. La mission 7. とうとうここまで勝ち抜いてきたぞ。次は最終予選だ。リョウナさん、このお菓子。そうだね、紫ちゃん、二人で一緒に食べると。何なんだこの気まずい空気は。紫、さっきからリョウナとばかり話をしてるな。どうして僕を僕に何か悪い部分があるなら謝る。だけど理由もわからないままじゃ。欲しいものメモ。なんだそれは。まだしらばっくれている。リョウナ、みんなに謝罪の言葉はないの？勝手に一人でどこかに行っちゃ。みんな心配かけてごめんね。やけに素直じゃない。最初からそうしてればよかった。じゃあほら、お尻出しなさいよ。どうしてお仕置きするの？リョウナちゃん悪いことして。え？リョウナちゃん今紫ちゃんと遊んでるから。勝手にしなさい。こっちだってその方が先生。まずいな。こんな時こそリーダーとして私が何とかせねば。はい、さっぱり。リョウナちゃん、行っちゃおう。次はミッション7。Sœur déchaînée. Et deux. Splash! Go! 4, 3, 2, 1. Shot! Yona! 本当にお尻を叩かなくていいのね。後でしてって言ってもしてあげないわよ。そんなにリョウナちゃんのお尻が叩きたいの？ならお願いしたら考えてあげる。
お尻叩かせてください。ワンワン。そんなこと言うわけないじゃない。このバカ犬が。紫、まだ話はしてくれないのか。わお、あったり前じゃねえか。もっと紫の気持ちを考えてやれよな、デコメガネ。で、ベベさんは邪魔をするな。僕と紫の問題に入り込むんじゃない。あ、ウィバーもありそう。いいよ、よろしいよ。アイセプッソン。夕焼け、どうなの山に舞いしそうな時。何を起こっているのか、原因だけでも教えてくれ。はい。フリフリのついた洋服。なんだ、それが欲しいのか。なら今度の誕生日にプレゼントしてあげても。いらない。どういうことなのか。あおい、あおい、えらこい。あんまりです。あおい、さあ、まみやてやい。ブサリョーダ、ドレブな変態プリマ娘。おい、ザミ、ちっちゃって。体は反応してても、心までは許してないんだからね。大丈夫、レプト。私が住む世界とは、あまりにも違いますね。Par contre, voilà, elle a un peu du mal à se relever.気づいたら試合が終わってたね。勝てばいいというものではないのだが。イムと紫、いい加減にしろ。リョウビとリョウナ、お前たちもだ。姉妹といえどもいろいろと思うことはあるだろう。だが戦いに私情を持ち込むのはやめろ。忘れたのか、感情に飲まれたまま戦って以前の私たちはどうなった。傷だらけで目覚めた病室で二度とあんなことは繰り返さないと。そうだね、悪かったわ。よし、それなら腹を割って話し合ってみんなで。はい。お姉ちゃんの、この声は紫？エッチメリョーナちゃんのパパ、嘆きの貧乳スナイパー。今の声はリョーナ。違うの、リョービちゃん。会場中に妹への悪口を響かせて。お姉ちゃん、そんなせっかく仲直りできると思ったのに。あばせらてろ。気持ちよかった。あら、リスクアップのスペシャル。さて、
いよいよ準決勝となったわけだ。ごめん、みやび。試合が始まるまで。りょうびも。どうしよう。なんでこんなことに。あんな声さえなければ仲間売りできたはずなのに。話を聞いた限りだと犯人は PBS の運営側の人間だな。問題はなぜ私たちを仲違いさせようとしているか。鈴音先生の言う通りならば優勝することによって、しでもこんな状態で優勝できる。イライラした感情を相手にぶつけることで、もしかしたら逆に戦いを優位に。前にも言った通り、忍びと全員一丸となって戦って勝つ、それが蛇女の勝利なのだ。蛇女の皆さん、次の試合はよろしくお願いします。次の相手はお前たちか。参ったな。生半可では勝てぬ相手だ。あら、リョウビさんとイムさんはどっち。それ今野暮用でいないだけだ。お前たちが気にすることじゃ。我の面を貸してやってもいいぞ、ミア。どういうことだ。動揺が顔に現れているということだ。とても残念に思います。できることなら。いらぬ心配をするな。私たちはいつでもベストの。そうですか。では試合を楽しみにしています。態度に余裕が感じられるな。かなり。みやびさん、ごめん。どうしよう。リョーナちゃんたちが仲の悪。心配はするな。お前たちの分まで私が戦え。え、長い間無理をするわけではない。みやびさん、さあ行くぞ。何も恐れることはない。蛇女の誇りがある限り私たちは負けはしない。Du coup, les 5 que 3 alors. Lyona-chan, itchao! C'est parti pour la mission 8. Alors, Maté, Jet Set, lutte solitaire.Voilà, on va se battre toi directement. Ça, ni, it, GPS. Ça, c'est quoi? Je vais être l'item. Miyabi-san va seul de Yaomote. C'est quoi la stratégie? Ça, non. Mais, maintenant, je suis toujours le même. Yuna, non? C'est incroyable.嘘、こんなのまるで特攻だよ。私が倒れてもまだ仲間がいる。これをただの特攻だと思うなよ。皆さん、ひるんではなりません。全力で迎え撃つのです。え、まだやっぱりダメですか。あら、恐ろしい子。バイー。あら、パパ。あら、早く。ごめんよ。ウィマスク。ショック。早く。早く。早く。こんなに透けちゃうの。おお、やるね。Et voilà, c'est parti.
けとうない。もうやめちゃ。やはり決戦は手強かった。しかし私たちの勝ちだ。C'était facile. なんとか勝てます。みやび、みやび、ごめんよみやび。僕たちのせいで。気にすることはない。お前たちが仲直りする。あんた何言ってるのよ。一人でこんなにボロボロに。するさ。必ず。だからなんでそんなことがわかるさ。私たちは憎しみを超えて仲間になったのだから。そんな私たちだからこそ。紫、あっちでゆっくり話。どうやらこれ以上は無理しなくて良さそうだな。ならば少しだけ休ませてもらうとするか。Passé obtenu. Shinobi のエネルギーは順調に集まっているか？はい。TBS の効果は抜群です。計画通りというわけだ。はい。ただ、蛇状をむしろ。絆はさらに強くなったような、そんな感じ。まるでこういう結果になると分かっていたかのような。そんな、とんでもありません。ただリン、あ、いえ、鈴音先生の育てた生徒。もう下がっていい。では失礼します。ようやくだ。争いのない楽園の誕生は。決勝の相手はお前たちか。相手にとって不足。蛇女を去ったものと残ったもの。おお、みやび、随分と満ち足りた顔を。別にない。ただ、そうそう、お前たちにとっては不幸な。はい、仲直りした私。上等じゃないか。それでこそ優勝を争う相手にふさわしい。チンチン、おまわり、お手からの。どうよこのコンビネーション。逃げ出すなら今のうちよ。あら、うちの未来もそれくらいできるわよ。いいえ、もっと過激なことで。できるわけないじゃん。でもコンビネーションなら負けないよ。口での言い争いは飽きた。そろそろ始めようと思う。ああ、敗北を受け入れる覚悟ができたなら。かつその言葉そっくり返してやる。行くぞみんな、蛇女の誇りを舞い掲げるぞ。リョーナちゃん、行っちゃおう。はい、c'est parti pour la mission 9. Normalement, c'est l'avant-dernière.Alors, fierté et bijoux. Homura, Mai Junji O, go! Yo! Sa! Ni! Ich! TBS! Non, je ne sais pas si tu es là. Ah ouais, je peux planer loin. Non, je ne sais pas si tu es là. Mais, je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là.未来ちゃんたちこそ無知の痛みと気持ちよさも知らずに勝てると思ってるのかな。望むならビシバシやってあげるわよ。ただし両備たちが優勝した後にだけどね。来いホームラン、グレン隊を率いるその力私に見せてみろ。ほざくなみやび。あうえ
あさし失敗じゃん。敵の少ない今がチャンス。これこそがヘビジョの力だ。思い知ったか。j'ai un peu le temps d'y aller。やったよ。僕たちが優勝。いや当然の結果ね。これで両備たちが荷物を送れるのね。おいおい、それはよどうよ。うんうん、面白くないから愛想笑いしておくね。あははははは。全員が一丸となって頑張ったおかげだ。そうだ、優勝商品に何をもらうかも決めなくちゃ。とふふん、リョーナちゃんはもう決まってるんだよね。絶対あれが欲しかったんだ。あのな、あの、知っている。試合を見ていたんですよね。馴れ合いは必要ない、あなたはそう言いました。だからもしあなたが悪いことを考えているなら。よく言ったな、村さん。みやびさん、どうやらお前が黒幕のようだな。いろいろとお前が何者かはわからん。そしてだが、私たちにあだなす。そうです、絆の力か。そんな不明瞭なものに頼るとはな。絆の力、その程度で勝てる相手ではないのだ。だからこそ必要なのだ。この楽園だと、すぐにでも理解できよう。お前たちのおかげでな。消えたか。どうしましょう。まあいい、イムたちのところに戻ろう。大事なこと。ああ、優勝した喜びを分かち合う。ああ、あのみやびさん、本当にその思いに応えられるよう、これからも精進する。助けの手。はい、みやびさん。あの、ロゴ S。 すごい、すごい。あの、リンゴリキャンプ。C'est la dernière. さて、イムたちはどこだ？すでに絶対、確かにそうだな。ギャー！なんだ今の悲鳴は。りょ、みやびさん、あそこ見てください、巨大な影が。これ絶な、何事だこれ。リョーナさん、気をつけろ紫。下手に近寄ると。優勝商品で巨大になれる薬を頼んだのよ。前に一度なった時のことが。ふーん、みんなリンコさんみたいだよ。もっと暴れちゃ、
前に巨大化した時はどう手を打ったか覚えて。とりあえずぶったたいたんじゃなかったっけ。そしたらリョウ、それだ、リョウナにありったけの水をぶっかけろ。それでか、もうあんたは最後まで迷惑かけるんだから。リョウナちゃん怒られちゃった。もっと怒って怒って。C'est devenu un géant. Ah, du coup, je peux pas la prendre là.行くぞ。Du coup, il y en a une en moins. Donc là, c'est la mission 10, la belle Ariona. Ça, 僕が相手だ。 Waouh.Peur comme ça. Go! Yo! Ramenez Ryona. Mi! It! Here we go! せっかくみんなが一丸になれたのに、こうして仲間を攻撃する羽目になるとは。そんなの気にしないでいいわ。本人も喜んでるみたいだし。うんうん、リョーナちゃん、とっても嬉しいよ。リョーナがあれで助かったよ。普通ならばまたチームが決裂するところだ。じゃあ思いっきりやっちゃいましょう。私 EBS 結構好きかもです。おー、張り切ってやっちゃって。やっぱ大丈夫。仲間がやられたようね。俺はさっさとやじゃあ、あうえド M も逃げ出すという。キャーン、絶対楽しみだよ。やれやれ。お、どうしたんだ紫、メモ紙なんか。このメモが本物だったかどうか、お姉ちゃんはみやびさんが一番でもいい。何を言ってるんだよ、おかしなやつだな。紫は別におかしくないわよ。だって違う。みやびは一番好きな仲間、紫は。ダメじゃない。いいえ、新たな問題が勃発よ。あ、当たり前じゃないか。両備だって大切な仲間だからな。
りょそれなら許して。リョーナちゃんは、リョーナちゃんはなん、リョーナはほらあれだ、一番キャイー、すっごく嬉しい。そか終わりよければ全てよし。さあ帰ったらすぐに修行を始めるぞ。蛇女の誇りを。行くぞみんな。あc'était le chapitre 10, enfin l'épisode 10. Et bien voilà, c'est la fin de ce petit let's play sur ce jeu. J'espère qu'il vous a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.